どうもオリックス情報局です。今日もオリックスの最新情報をお話ししていきます。今日のトピックスはこちら。それでは早速中身に入っていきます。中川圭太絶好調、2試合連続マルチヒットで1軍見えた。昨日おとといとファームのウエスタンリーグの阪神戦で中川圭太選手が2試合連続のマルチヒットを記録しました。その内訳は、昨年2桁勝利を記録した伊藤投手から2安打、同じく2桁勝利を記録した秋山投手から1安打、ソフトバンク時代に30ホールドを記録したこともある梶谷投手から1安打と、いずれも1軍レベルの投手からヒットを打ちました。オープン戦では5打数1安打、打率2割ちょうどに終わっていましたが、3月12日の巨人戦でセカンドの頭を越す中川選手らしい強いライナー性の三塁打を打っていました。この時にもしかしたら今の中川いけるんじゃないか、もう少し打席を見てみたいなと思っていたんですが、そのチャンスは訪れませんでした。本人も悔しかったと思います。その悔しさをぶつけるような2試合連続のマルチヒット、お見事です。さらには中川選手は昨シーズン途中から本格的にセカンドにも挑戦しており、昨日の試合ではファインプレーも見せるなど、セカンドとして十分な動きを見せています。もともと中川選手はセカンドとしてプレーしていた選手、プロ入り後にコンバートされたんですが、コンバート後はポジションが定まず、ファースト、サード、レフト、センター、ライトを転々とする日々。ファーストやサードとして起用された時は長打を狙いすぎるがあまり自分のバッティングを崩すこともありました。しかし今は親しみのあるセカンドのポジションについていること、そこまで長打力を求められないセカンドというポジションの特性上、中川選手本来のバッティングができていると思います。また一軍では太田選手の不調、野口選手のコロナ感染、バレラ選手の一軍合流遅れと期待されていた選手が揃って出遅れました。開幕直後は足立選手がセカンドを務めそうな現状ですが、難病のためフル稼働は難しい。中川選手に出番があるかもしれません。山崎福也7回91球1失点、開幕へ完璧調整。また昨日のウエスタンリーグの試合では先発ローテーション投手としての活躍が期待される山崎福也選手が先発しました。結果は7回91球1失点、被安打6無四球のナイスピッチングでした。打たれた1失点も7イニング目での失点で、そのタイムリーもポテンヒットのタイムリーということもあって、不運なところもあるヒットでした。1失点こそしてしまいましたが、テンポよく投げ込み7回を91球でまとめました。シーズン中ならもう1イニング、もしくは点差的には完投させていたかもしれません。山崎投手といえばシーズン後半の活躍でチームのリーグ優勝に貢献したことはもちろん、日本シリーズでの好投も記憶に新しいですよね。その勢いのままキャンプ、オープン戦、そして昨日のウエスタンリーグでの試合と好投を立て続けに披露しています。昨シーズン後半から首脳陣、ファンからの信用が急上昇している選手で、今の調子のままローテーションを守ることができれば13勝以上を目指せるかもしれません。この日の最速は143キロ、以前は146キロを出すだけで球場からどよめきが起こっていた山崎投手ですが、もうその頃の山崎投手はいません。完全に生まれ変わりました。開幕してからもこの調子で頑張ってほしいですね。やっぱり開幕は由伸、いざ開幕戦へ。昨日開幕投手が山本由伸であると正式に発表されました。山本投手は昨日ブルペンで20球程度の投げ込みを行いました。仕上がりは良く状態はいいようです。昨シーズンはレギュラーシーズンはもちろん、東京オリンピックからポストシーズンまで大車輪の活躍、そのためキャンプインから今日まで疲労を考慮した調整を続けてきました。オープン戦の投球は山本投手としては物足りない内容でしたが、山本投手は本来投げるたびに調子を上げ、6月7月に調子のピークを持ってくる投手、本人も状態も少しずつ良くなって開幕を迎えることができた、コンディションもいいので開幕は思いっきりプレーしたいと疲労の不安がないことを強調していました。昨年自責点1だったものの、7回までに4点を失い敗戦投手となった開幕戦、そのことについては山本投手も、昨年負けているのでリベンジの意味と今季の流れを左右するという2つの意味で頑張りたいと語っていました。奇しくも今年の開幕も同じ西武戦、西武ドームでの開催とのことで、山本投手にはもちろんナインにも去年との違いを見せてほしいですね。中島監督はチームについて、まだまだ成長過程にあり伸びしろがあるチーム、ミスもあるだろうし、いろんなことが起きるシーズンになると思うが、全てのことを自分の成長に変えてほしいと語っています。このことに関してはファンも同じ気持ちだと思います。以上のことを踏まえて今日の開幕戦じっくり観戦したいと思います。以上になります。ご視聴ありがとうございました。